皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。はい、紹介してくれるのはいつもの岡くんです。岡です、お願いします。もう登場しすぎじゃないでしょうか。いや、もうツッチーが大阪に来たタイミングでまとめて撮ろう作戦ですそして今回紹介する車がこちら。はい、こちら SVJ のロードスター。ロードスターです。なんか今とんでもない価値になってるとかって、なんか9000万から1億ぐらい。本当にらしいですこれ。はい、マンションじゃん。マンションマンションです。あ、そんなにするの。はい、今もう こんな新車でオプション結構1000何百万とか入れてだいたい7500万ぐらいです。はい、怖い。でそんなめちゃくちゃ貴重で今こう価値がすごく上がってる、はい、SVJ ロードスターなんですけど、はい、まずね、はい、様子がおかしいです。本当お世話になってるお客様から SVJ ロードスターちょっと新車いけるんだけど仕様どうしよう、もうそこからじゃあ一緒に決めましょうってあそういう感じなんだ。そうだからちょうどオーダーしたタイミングが、うん、コロナが、うんうんうん、もうやべえぞみたいな、うん、まあ今も大変なんですけど、もうなんか今もう動くな緊急事態宣言だっていう時だったんで、お客様ボンド大阪来てもらってディーラー電話しながらパソコンでこうやって何色んするってやつあ、そうなんだ。じゃあオーダーの時から携わらせてもらった車なんだ。そうなんです。もうとりあえずボディカラーは前に488スパイダー乗られてたんですよ、うん、でその時ももうマンソリー、ノビテック、カプリスト、ホイールは1220なんてバッチバチに仕上げてて、でまあまあノーマルで乗れないお客様ですので、はい、でじゃあ今回はもうガラッとイメージを変えて黒にしましょうと。で、まあ、普通の黒だと面白くないからということでマット。これがだから純正カラーのマットなんだよ、はい、そうです。ラッピングじゃないんだよ。ラッピングじゃないです、はい、でこれ見ていただけると分かるんですけど、はい、いろんなマットが今純正で出てるじゃないですか。ありますね。ベンツもそうだし、はい、BM もそうだし、はい、もしかしたらだけど一番ツヤが引けてんじゃないかなっていう。そう、もう多分サテンとかじゃないんですよ、うん、サテンってどっちかというと半ツヤじゃないですか、うん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 、でもう完全にマットなんで反射ゼロ。そうなんですよ。光当たる感じ見るとむしろ白く見えるんですよ、うん、だから僕らもゲレンデとか、まあ、よくホイールマットブラック塗ってくださいっていう時にも、うんうん、マットブラックで塗ると白くなるんで半ツヤで塗るんですよ、うんうんうん、でも今回のは完全マットブラックです。はい、もうだから本当に白く反射してるところがぼやけちゃうから白く見えるぐらい、はい、黒なんですけどグレーに見える感じ。はい、そうなんです。でこの SVJ の造形、はい、だからもう様子がおかしい。もうバッキバキの。でも外装はカーボンは一応もう全部入れようと。はあ、はい、だからまあまあこのね、これはね、はい、ちょっと話が前後するんですけど、はい、これはエアロです。はい、リフト、アメリカ。あ、これリフトなんだ。リフトです。だから結構今までってノビテックしかなかったんですよ、うんうんうん、でお客さんと、まあ、ノビテックにしようかって言ってたんですけど、ちょうどリフトがエアロ出したよって言って、で写真で見てもよくわからなかったんですけど、まあ、誰もやってないんだったら行こうよっていうことで、これリフトのカーボンエアロをマットクリアで仕上げて、はあ、はい、なんでここのフロントリップ、ここは純正でもカーボンないんですよ。あ、そうなんだ。絶対グロスブラックで ALA のロゴが入るんで、はい、でこっちの真ん中のはこれは純正です。なるほど、純正でマットブラックで、でも、はい、カーボンの目もサイズもなんかこう合ってる感じで、はい、もう綺麗に、はい、あんまり違和感がない。そうなんです。だからもう純正かなって言われても分からないレベルの、はい、でリフトがちょっと分からない方も多分いらっしゃると思うんですけど、はい、アメリカのマフラーからスタートしたブランドなんです、ね、そうです。でちょうど行ってきましたよね。行きました、ショールームに。伝説の SVJ だったかな、なんか音聞きたいかって言われて、みんなでこうやって言う、うん、スマホ構えててエンジンかけてアイドリングでエンジン切った吹かさねえのかよっていうその様子は別の動画になってますので、ぜひ見てください。狭ツアー動画で、はい、あれ面白かったですね。本当にアメリカの向こうの人もえってなってましたからねそう、踏まないのって。でそこがあれですよね、ラスベガスのロイヤリティエキゾティックカーズだっけ、うん、っていう高級車のレンタカー屋さんのところを、ね、はい、半分使ってショールームになってるっていう、はい、だからマフラー、あそこのリフトのマフラーって
単体でかっこいいんですよ、うんうん、まあ、あれだけで吊るして部屋のオブジェにしたいぐらい、砂漠とかで写真撮ったり、ね、そう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 、で、あのそこがエアロ出したよっていうことで、うん、はい、だから今回じゃあちょっとフロントリップつけようと。だから多分日本でこの車だけじゃないか、はい、まだこれだけですね、まあ後で説明するんですけど、ロベルタも入れたんですけど、ああそうなんだ、はい、でロベルタに送ったら向こうの社長からこれどこのやろうっていいじゃんって言って、はい、なるほど、そうなんですよ、やっぱノビテックだとこうちょっとこう下にくって下がってる感じなんですけど、まあ、なんかシンプルが好きな人はリフトの方が、うん、なるほど、であのノビテックの方がちょっと攻撃的なデザインなんで、うんうん、ちょっと変えた感があるのがそうなんですよね、はい、そんな今回リフトのエアロで、はい、こんな感じです。そして横に回っていきましょうか。もう本当にこうマットが360度どっから見てもやばすぎる。もう本当に光吸収しそうなやつです、うん、はい。そして足元はやってまいりました。はい、こちら AL13 でしょうか。そうです。はい、AL13 のデザインは R100、はいはい、の、ダイマグカーボンリブ。カーボンリブということで。はい。来ましたね、ついについに、はいはい、これもあのちょうどそのアメリカに行かせていただいたときに、はい、こんなのもしかしたらやるかもしれないよって言って、はい、このリムだけの状態のそのサンプルなんかをそうですね僕ら見てきましたけど、はい、ついにそれがホイール組み込まれて車に実際取り付ける時が来たとい う初めて入れました。最近カーボンリムとか純正カーボンホイールの注目度がやばい、はい、そうですね、今言ったら日本で言うと F8 とかフェラーリの、うん、あとはピスタとか、うん、あの辺りでカーボンホイール、あと SF90、 あの辺でカーボンホイール出てきたんですけど、あとはあのフェラーリチャレンジ488の、あれはロティのホイールのカーボンリムなんで、まあ、やっぱりそれだけ出てると強度もしっかりしてるんかなって。やっぱり最初はあのセマの会場で見た時は大丈夫って思ったんですけど、まあでもレースでも使ってるしということで今回、まあお客さんももう悩まず、値段はエグかったんですけど、やばいよね、90万ぐらいします、はあ、1本でもそのダイマグっていうのがもともとハイパーカー、某ハイパーカーだかスーパーカーにもカーボンリム供給してるメーカーなんで、まあ、クオリティ間違いないっていう、そうなんですよ。で、まあこれもね、うん、まあ後で今頼んでるんですけどオレンジがあるらしいんで、あ、そうなんだ、これ下のステッカーなんですけど、あ、これはステッカーなんだ、あ、はい、なるほどなるほど、ここだけちょっとオレンジ変えます、はい、そうなんですよ。そしてこっちのディスクはちょっとゴールドっぽいですけど、はい、そう、488乗られてた時にインナーをゴールドポリッシュにしてたんですよ、はい、アウターはグロスブラックだった。 でもこちらのお客様のツッチターの紹介したのマットパールホワイトの SV、 あのアベンタ SV バルーンホワイト、そうそうそう、うん、あれで ADVR 入れてたあのお客様とすごい仲良くて、あ、そうなんだ、であのお客さんが ADVR の、 あのブラッシュドグロスブロンズ入れてて、じゃあちょっとあんな感じで揃えようよっていうことで一応この色で、はあ、はい、これもだからこの複雑な、はあ、このフィンのしかもこの Y になってる、そうなんですよ、だからちょっと純正とつながるところもありつつ、そう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 、アベンタ S とか SV とかのデザインにちょっと似てるんですけど、まあ、今回それにカーボンリム組み合わせて、でこれも全部横をえぐってあるんだよこれ、そうなんですよ、ここね、こうやってえぐってあって、これはえぐい、いや僕も初めてです、あの常田さんが組むときに久しぶりに緊張したなこれいつも、ね、いつも緊張してやっぱり入れるんですけど、やっぱりカーボンってなると何が起きるか分かんないんで、めっちゃドキドキしたって、まあ基本的にこう傷ついちゃったら修正できないですからね、そうなんですよ、交換なんですよ、ね、もうだから傷ついたら交換です、はあ、はい、まあ、そういうデメリットもありつつ、はい、ここに行くという、そうなんです、もうここはもうカーボンリム、ただこれもちょっとあのここが黒くなるんで、はい、インチ自体はちょっとちっちゃく見えるかなっていう、そうなんですよ、だからあとはこのリムの形状ですね、うんうんうん、ここがやっぱり普通の、2ピースとかと比べてちょっと分厚めになるんで、うんうん、ちょっとホイール自体はちっちゃく見えるんですけど、うん、だからこれどう見せたいかで、大きく見せたい人はやっぱりカーボンリムがちっちゃく見えちゃ う、そうなんですよ、ね、うん、だからそのあたりが結構分かれるかなとは思うんですけど、うん、もう今回は車にカーボン満載して足元もじゃあカーボンでしょっていうことで、はい、ね、全てがねちょっともう規格外全部規格外、はい、もう車のベースも規格外だしカラーも規格外だし、うん、ホイールも規格外、そうなんですよ、1本だって90万円って4本買ったらだって360万でフィニッシュ代が入って車買えます、400万ぐらい、はあ、はい、であとはキャリパーが今回、はい、これはまあ、ちょっと後で説明する、はい、内装のオレンジに合わせて、
はい、これもだからランボルギーニの方で新車のオーダーの時にそうです新車でオーダーで、はい、これちょっとあのさっきも話が出てましたけど、うん、はい、エルメスっぽいっていうちょっとそうですね、うん、あのまあ、よくあるエルメス の、うん、あのバッグみたいなそうそうそうあんな感じの色をちょっとイメージしてなんかオレンジってなんかもともと最初は選べなかったんですかねあそうなんだそうでいや最初オレンジのやつはなんか全部塗ってあったんですよへでだからまあ今回そのオレンジやから合わせたいんですけどって言ったらいけますよってことは、はい、そうなんですここも差し色で入って、はい、でこれちょっともう見えちゃってるんであれなんですけど、はい、内装の色と合わせて、はい、内装ももうちょっとこの後見たいと思いますけどそうです、ね、もう目がチカチカしちゃうぐらい鮮やかな、はい、もうさっきちょっと外装行きましょうか、うん、はいでそして、はいはい、あのちょっとねサイド行く前にねここ見てほしいんですよ、はい、これカーボンじゃんこれカーボンえこれこんなの設定があるのあるんですよで今外してるんですけど屋根もカーボンなんですよそっかそうロードスターはえこれ元々じゃないでしょオプションで設定オプションですオプションでオプションなんですけどなんか噂によると、うん、今その原材料不足とか、ねうんうん、そうなんだよね今なんか頼めないらしいですあそうなんだ、はいまあ、今もうアベンタ自体が、ね、頼めなくはなっちゃってるんですけど、うんうん、これあの頼めたん結構あのもしかしたら頼めないかもって言ってたんですけど行けたんで、はい、ピラーがカーボンここがカーボンですここで屋根もカーボンはい、はあ、初めて見ましたいやで あとこのミラーももちろん、はいもうカーボンもうすごいもう全部です、はい、でサイドもカーボン、はい、もうすべて納得です、はい、でここだけ伸びていくですこれ あ,、はい、あそうなんだこれ伸びていくですこれが足されてるわけですねそうです、はい、結構ねあのこちらの車オートメッセで、はい、出させていただいたんですけどやっぱりあのまあ業者さんとかやっぱり SVJ とか見られてる方からするとこれどこのやつってやっぱり聞かれたあなるほど、はい、そうなんですよノビテックのホームページのなんかイメージつかみにくいんですよね、うんうんうんはい、ここだけつくんだっていう感じなんで、うん、なるほど、はい、純正がちょっとボリュームアップする感じそうですねはいそうなんですであとはあの謎のイタリア国旗は消しましたラッピング、はい、毎回いらないあれあそこはあのーはいアドペルソナムでもどうすることもできないんだ多分そうなんだそう、まあ、でもそうだよねステッカーなんですよねああそうそうだからまあまあどないしようもできるんですけどまあまあちょっとここはもう隠しちゃっていらないだろうと、はい、グロスバック でこの SVJ のロゴはこれ今上からラッピングで貼ってますん言ったらあの SVJ ってあのシルバーと赤なんですよね、うん、であのまあ言ったら今回の仕様で言ったらやっぱオレンジ入れたいんですけど、うんシルバーと赤ってあここもじゃあ選べないんだそうあのオレンジにしてくれるとそうそうそうそれかあのカーボンかあそうなんだそうそうそうしかできなくてまあじゃああのペイントで入れといてで上からあのこれラッピングでロゴを作ってなるほど、はい、入れてますでも純正でやりきれないところは、はい、ボンド大阪はできます、はい、でももしかしたらなんかそのスーパー特注とかやったら、ね、できるかもしれないですけどまあ、キレがないですから ねロゴなしとかもあるぐらいなるほど、はい、ですここ入れて、まあ、あとはここもカーボン、はい、これもねこれも、はいはい、全部カーボン入れてあとここだけノビテックですねはリアのフラップここノビテックなの、はい、リアフラップこれもうあの分からないですもうそもそも SVJ ロードスターが馴染みがなさすぎて分からないのでパーツが変わってても分からないです、はい、いやもうねSVJ ロードスターってこのこれあのエンジンフードってあの取り外し、ね、そうそうそうこれねキャッチが4つあるんですよクーペは2個なんですよあそうだよねクーペはブスッと刺してバコンといってロックかけるんですけどだからよくあの作業中のやつが、はい、外してショールームにこうあそうそうそうよけてあったりとかっていうのは見たことありますけど、はい、それがロードスター4つなんですよここがある、はい、でも初めて見ただからSVJ のロードスターここの作りがねやっぱ全然違うんですよ、ねはあ、そうそのガラスのとことかだってクーペだったらここから ねこうエンジンフードになるんで、ね、すごい、はい、そしてで、はいまあ、リアは、ね、同じようにそのディフューザーがあの純正のカーボン、ね、カーボンになってると、はい、これだからもうなんか本当にあの純正だけどチューナーのコンプリートマンスリーのなんかコンプリートみたいなあもうそのぐらいそうどこまでねツッチ言ってたみたいにどこまでがカスタムどこまでが純正かっていうのが分からないもんすごすぎて、はい、そう
でももうホイールとか見るとやっぱやってるんやなっていう感じもありますし、なんか昔あったあの、はい、マンスリーのカーボナードみたいな、おお、うん、あれ背まで見た時めっちゃかっこよかった。やばいよねあれね、あれかっこいい、あんな話でもカーボンのお化けみたいなそう、もうほんまにカーボン好きからするとたまらんと思うんですよ、ね、はい、これがまあ純正と社外のちょい足しで出来上がってる、はい、そうです、はい、じゃあそのままあとは内装を見てみましょうか、はい、内装が、内装がこれもだから純正で、はい、これはあの聞いていいですか、はい、岡くん意見ですか、オーナー様意見ですか。ね、オーナー様の意見でそのオレンジにしようと、うん、で最初黒のアルカンターラで、うん、オレンジのあのこの SVJ の Y 字ライン入れてっていう話をしてて、比率、うんうん、で言ったらだからオレンジを差し色で使う、そう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 、うんうん、言ったら設定がそれしかできなかったんですよね、うんうんうん、でまあ、お客さんとそれで頼みましたと。で頼んで1週間後ぐらいですかね、アナーキーのインスタにオレンジのが出てて、うん、あ、そうなんだ。お客さんが送ってきて、え、岡さんこんなんできるんですか、うん、ってなって、うん、でディーラーに聞いたらアドペルソナムで特注で色を反転させることができますと。そうなんだ。そうだから今黒のアルカンターラにオレンジラインやったをオレンジ、まあまあオレンジのアルカンターラスよりレーザーが良かった。そう、当初の予定と真逆になってるんだ。真逆になってます。でダッシュボードとかちょっとさすがに照り返しがあるんで黒のアルカンターラ入れて、だから他はもう全部反転させる。これね、それでもね、目がもうシュパシュパしちゃう。もうこれめっちゃおしゃれです。だからそのでお客さんとも言ってたあのエルメスっぽい感じ、うん、エルメスっぽいちょっと、はい、そうなんです。あとはさっき言ってたそのブラバスのコンプリートで、あー、そうですね、ワイドスターの、はい、あんなイメージのますますだから本当にコンプリート化っぽい純正なのね。だからもうスイッチ類とかでそのセンターコンソールの周りから全部オレンジにして、で全てオレンジだとくどすぎるんでそのセンターコンソールの横のところは黒残してとか、ステアリングはあの黒のパンチングにオレンジで、であのアルカンターラも選べるんですけどハンドルも、うん、はい、アルカンターラ持ち手のところ選べるんですけど、やっぱりこう、ね、握ってるとアルカンターラボロボロになって、うん、もうそこはパンチングで、ね、そうなんですよ、もうパンチングのオレンジにしましょうって、そこ入れて、すごい。だってこのドアのこのこれもオレンジ、そこもオレンジです。ちょっとこれなんかブランドのそう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 、はい、だからそこもこれだけなんか最後まであれだったんですよ。ディーラーさんができるかできんかみたいな。で無理だったら黒でいきましょうって言ってたんですけど、うんうんうん、オレンジいけない。いやこれねオレンジいいね、はい、そうそうそう、いいね、これこれすごくいい。そうなんですよ。で、あ、まあシートベルトももちろんオレンジで、ね、はい、できるんだね。そうそうそう、できるんですよ。いやもう全部変えました。多分これあの今動画見てくださってる方で SVJ 乗られてる方で、はい、え、できんのって言ってた方多分そう。でも一番怖かったのが値段分かりませんってだからあのこの前あの土が飯村さんとね紹介させていただいてたあの緑のグリーンの SVJ とか、もうあんなも多分頼んでる時に金額出てないんだろうな。僕もそれをお客さんとディーラーさんと話ししながらずっと仕様決めてたんで、これ何本になるんですかねって聞いたら、ヤドペルソナムは本国からいくらって言われるまで値段が分かりませんってなって、お客さんに言ったら、いやそんな1000万もプラスにならないでしょうって言って頼みましただから一番最後注文書で金額を知ったんです。へー、だから内装やるの確か350万ぐらいだったかな、反転させたりっていう、あとはまあもう電動シートは絶対入れときましょうって言って、うんうんうん、でお客さんもいやあの SVJ みんなあのスポーツシートやし、うんうんうん、結構タイトなんだよ ね、 そうね、一回お客さんのちょっと座っていいってことだったんでお客さん座ってもらった、あもう絶対電動ですねって腰がいかれますって、そうちょっとこう押される感じで、ね、そうなんですよ。で、まあ、でも SVJ ってその軽量モデルが、うんうんうん、やっぱりこうスパルタンのあっちの方がいいって方ももちろん多いですし、うんうんうん、だからもう今回はもうお客さんがあ僕腰痛いんでもう電動シートにしますってことで、なるほど、はい、で電動シートにして、あとダッシュボードのステッチからパイピングから全部オレンジにして、はい、すごすぎます。そうなんです、はい、もうあのでカーボンはとりあえず入れれるところはもう全部、ね、外も入れたし中も入れときましょう。お金無限仕様に仕上がってるみたいです、はあ、でこれねあの、まあ、オプションで選んでっていう時に、はい、ホイール今もう変わっちゃってるんですけど、うん、SVJ って普通あのただのスポークの8本ぐらいのあれが標準なんですよ。ちょっとフラットでこう Y 字のやつよね。そうそうそう、
Y 字 の、 あの5本スポーク、あれがオプションなんですよ。へー。で、あの、まあ、ホイールも速攻変えるんで、あのホイールは普通飲んでいいっすねって言ってた。いや、あのボンド大阪に赤車で車が来て降りるときに、あのホイールじゃダサいって言って、そうそう、オプションホイール96番ぐらいでオプション入れて、もうあのなんか箱に入れてどっか行っちゃいました。その下ろす時の一瞬なの。下ろす時のこのノーマルこれでしたっていう写真が、あのホイールだと嫌だって言って。分からなくもないけど、多分ね、普通の人は実行はしない。そう、しかもグロスブラックとあのゴールドがあるんですよ。ゴールドでしょって言ってゴールドです。お客さん見てないです。すごすぎます。そうなんですよ。もうあのそれ入れて、あとはまあね、そのランボルギーニのこの前のエンブレムグロスブラックにしたりとか、はい、もう一応なんかいろいろね、最初から相談させていただいて、なんで僕も SVJ とか SV とかすごいお客様ね、あのたくさんまあご制約いただいてたんで、お客さんの意見取り入れつつ、やっぱドリンクホルダーがないとか、うんうんうん、はい、でオプションで一応選べるんですけど、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、じゃああと何入れといていいですかねって、あ、じゃあドリンクホルダー入れときましょうとか、結構その辺はいろいろ話ししながら、なな、はい、その辺はいろんなこう中古車だったりとか見てきた経験もこう生かして、そうですね、はい、それで、うん、もうこれは入れといた方がいいですよ。なるほど、はい、そのあたりはさせていただいて、はい、すごく貴重な経験をさせていただきました、ね、いや、そうなんですよ。新車も僕の方がテンション上がってました。決めましょう決めましょうって言って、パソコンを見て、あ、こんなもできるんですねって言って、すっげえ楽しかったですね。はい、それがまあ約2年の歳月をかけて完成した。そうです、はい。もう最近なんか嬉しいですね、こういうあの新車の仕様から決めようっていうお話すごいいただくようになって。なるほど。あのね、フェラーリだったりとか、まあ、ランボもそうですし、まあ、マクラーレンとか、いや新車こんなん行こう思うんやけど、あと何がいるかなとか、はい、もうちょっと一人あのカリナンのブラックバッジを頼んだんですけど、うん、オプションで400万ぐらいかけて緑にした。ブラックバッジのカリナン緑行きます。でももう完成形がもうお客さんこれだっていうのがあって、あ、そうなんだ。そう、あのまたちょっとホイールも変えてって、うん、もうイメージできてるんでめっちゃ楽しみなんですけど、うん、まあ、あの400万でボディグリーンにして、うん、よくあるツートンあるじゃないですか、うんうん、でそのこれだっていうのがツートンシルバーなんですよ、うん、マットのシルバー、うん、で岡ちゃん聞いて、あれマットシルバー上やったら半分やんのにそこも400万ぐらいする。400万で緑にして400万でハーフのシルバーどう思うって言って、いやもうシルバーラッピングでいいでしょって。結構あそこはラッピングにしたんだ。もうラッピングにしましょうって、もうそれで400万使うんだったら他に回しましょうって、後ろのエンターテインメントとか、だからなんかすっげえ楽しいです最近。でそれも間もなくっていうか、ゆくゆく、そうです、今年来るかなぐらいです。出来上がるかもしれない、はい、もう本当にいつもありがとうございます。もう楽しませてもらってます。楽しくお仕事させていただきます、はい、あと、まあ、あのロベルタ組んでます。はい、はい、もうここまで来たらロベルタはもう必須じゃないでしょうか。そうですね、もう、はい、まあフロントだけはね、はい、もちろんあのアベンダでも標準なんですよね、フロントリフター、はい、なんでついてるんですけど、やっぱりリアもっていうこと、うん、はい、まあ、あの純正を動かないようにしてるってこと。もう動かないです、純正取っ払っちゃって、純正取っ払っちゃって両輪上がるように、はい、そうです、はい、まあ、車の形状によってはその前が上がると後ろがこう下がっちゃうから、あ、そうそうそう、だからあの車によってはピスタとか、そうなんですよね、4輪上げた方がいい場合もあるので、まあこの辺の動きはもう数々いろんな動画で、はい、ご紹介させていただいてますので、ね、ちょっと割愛しますけど、はい、まあ4輪上がるようになってみたいです、はいはい、さあというわけで最後になりますけれども、はい、あの大阪オートメッセからだいぶ経ってますし、はいはい、すごくカスタマイズさせていただいた車両なんですけど、はい、これオーナーさんまだ乗られてないんですよね。まだ乗ってない。オートメッセの時に来られて、うん、中に座りました。なるほど、はい、で終了です。終了です。あの、まあ、この前雑誌の取材があって僕が3キロぐらい乗りました。あの早朝の梅田で一人で屋根外してました。そんな状態になってるみたいな。そうなんです。っていうのはいろいろまだ作業が残ってるんですよね。まだあります、はいはい、なんであのちょうどあの今日レザーのコーティングから預かってきたばっかり。さすがにやっぱりこの手のレザーはちょっと、そうですね、あのコーティングした方が、まあ、すごいこういいコーティングやっていただいてるところがあって、で
まあまあロードスターなんでやっぱりホコリとかもすごい入るんで、もうじゃあ今回クリーニングバーってやってもらって、やっぱり新車って言っても結構汚れとかもそこでも全部クリーナーかけていただいて、で あとはプロテクションフィルムも全面、さすがにこれちょっと裸じゃ乗れない、ちょっと怖いです、はい、全部貼るっていう、そんな作業は残って全部貼って US マーカーつけて、はい、あとはちょっとイベント用に外してたんで今ナンバープレートも、なるほど、はい、外してるんですけど、はい、間もなくちょっとストリートでももしかしたら見かける機会もあるかもしれないという、はい、そんな SVJ ロードスターをご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。違う、もうなんかね、いっぱい こだわりが詰まっとる。そう、もうね、うん、はい、もう頼んだ時からいつ来るかな、いつ来るかなって。この車、その、まあ、大阪オートメッセに出そうっていうのがもともとお客さんとも話してて、でオートメッセの搬入の搬入が木曜日だったんですよ。金曜日からオートメッセだったで、搬入木曜日で月曜日にまあ、関東のディーラーさんを出せますと、うん、で月曜日に出て火曜日に着いて、火水でホイールとかそのローダウンとかいろいろやって、でそこからエアロ取り付け出して、で木曜日の6時までだったんですよ搬入が、うんうん、で板金屋さんで上がったんが木曜日の5時だったんです。そこで積んでギリギリまでやった、じゃめちゃめちゃ駆け足で、はい、そうなんですよ、あの場に転送されてたんだ、はい、そうなんです。でお客さんにも見に来ていただいて、でまあ屋根開けてたんですけど、うん、もう皆さんやっぱ中すっごい写真撮ってもらって、見たことないもんだったんだの、はあ、お客さんとこうやってちょっと引いてみてたらもうすごい人で、あ、なんか嬉しいですねって言ってた。でも誰もカーボンホイール気づいてないんですよねこっちに目が行って、そう、もうこっちと全体見て、うんうん、確かに多分ホイールがカーボンだって気づいた人あんまりいないと思うんですよね、はい、実はそこが、はい、なるほど、アピールポイントです